ここが覇王城の魔界の上級エリア。なんという邪悪な気配でしょう。あれがランディオル大帝の侵す覇王城か。俺らとうとうここまで来たんだな。あの祠から聖なる力を感じます。まずはあそこへ行ってみましょう。人間の子供じゃねえか。こいつはただの人間じゃねえ。千葉、祠まで運ぶぞ。どうかなさいましたか。へえ、お前ガキの頃にもここに来たのか。じゃあ因縁の場所ってわけだな。父親に会いに来たようだが、そいつは無理だ。やれやれ、聞く耳持たぬか。来たな。待ってたなのよ。驚いたか。先に来て、ランディオル大帝やこの魔界について調べておいたのだ。ランディオル大帝のいる覇王城は4つの結界の祠によって守られている。そしてそれぞれの祠にいるのが暴将ディオロスの配下である守護四帝だ。つまりまずはそいつらを倒しゃいいってことだな。戦いに疲れたらここに戻ればいいなの。泉の力で傷を治せるなのよ。よし、じゃあどの祠から行くかはお前に任せるぜ。私は守護四帝が一人、幻魔皇キルローズ。あなたの母親ミオレ様のことよく覚えているわ。ミオレ様はもともとは人間界のお姫様、とてもお美しく聡明な方だったわ。魔界にいた時、私たち守護四帝に対してもよく微笑みかけてくれたものよ。その息子さんと戦うのは悲しいけど、これも宿命というもの。さあ、行くわよ。ああ、申し訳ありません、ディオロス様。来たな、第二王子。
わしは守護四帝が一人、暴膜をついえち。ランディオル大帝がなぜ異なる種族との間に三人の子を作ったか、お主にわかるか？それはより強い後継者を得るため。魔族以外の種族にも可能性を求めたのだ。だが一番強かったのは魔族同士の子供である我らが暴将ディオロス様だったわけだ。ディオロス様より弱いお主に存在価値はない。わしがこの世から消し去ってやろう。ディオロス様に栄光あれ。お前は第二王子か。我は守護四帝が一人、竜魔皇ドラゴニカ。風雷坊の第三王子リュノにはもう会ったか？あいつの母親は謎が多い。特殊な力を持つエルフだったそうだが、今どこにいるのか全くの不明だ。そのような不穏分子は早めに消すに限る。これから我に消されるお前のようにな。おのれ、どうやってそんな強大な力を。俺は守護四帝が一人、ジーマ皇ギガファング。久しいな。と言っても覚えていなかろうが、幼い頃のお前とリュノはいつもディオロス様の後ろをついて歩いてたもんだ。お前は特に兄によく懐いていた。生ずれば敵対するしかない定めだというのに。せっかくの再会だが、これが俺の使命。お前にはここで死んでもらうぞ。力及ばなかったか。これで全部の封印を解いたな。さあ、次はいよいよ覇王城だ。ここが覇王城か。勇者に殺されることもなく、とうとうここまでたどり着くとはな。あなたが暴将ディオロス。勇者の怒りを貴様に仕向けるため、わざわざ奴の村を滅ぼしたというのに。それがお前の狙いだったんだな。勇者を生かしたのもわざとだったってことか。しかも魔物を攻撃できぬ己の呪いに魔物を刺激することで打ち勝つとは。さすがは我が弟、見上げたものだ。だが
少しばかり夢を見すぎたようだな。父上になり代わって魔族の王になろうなど思い上がりも甚だしい。その野心はここで潰させてもらう。相手はお前だけじゃねえのかよ。全軍かかれ、奴らの息の根を止めてみせよう。こんな大軍相手じゃいくらなんでも。その首俺様がもらった。話は後だ。この大軍は俺たちが引き受ける。ここは我らに任せてもらいましょう。私はあなたのこと絶対に許さないけどね。そうです、姫様の言う通りです。見たら予想以上にいい男じゃない。もう姉さん真面目にやって。私もまだまだやりますよ。やっとガーデンブルクの牢屋から出られたんですから。おのれ貴様ら。お前は暴将ティオロスを倒せ。者どもが舐めた真似をしよって。貴様を殺した後あいつらも葬ってやる。貴様の願い通り私が直々に始末してくれる。己の血でこの魔界の地に母姫を刻むがよい。さあかかってこい。おのれこの私が貴様ごときに敗れるだと。魔界最強の相手に。おい、まずいぞ。ディオロス様が暴走する。全軍逃げろ。なんだ。油断したな。仲間の魔物を失ったお前にもはや私に勝つ術はない。さあお前自身の力で私にかかってこい。やはり私には攻撃はできぬか。さすが父上の呪いは強力だな。
よし、お前に命乞いのチャンスをやろう。己のこれまでの愚行を認め、我が足元にひざまずけ。そうすれば。何？貴様、勇者、導かれし者たち、私はその力を見誤っていたというのか。お前を倒すのは俺だ。他の者に決して手出しはさせない。だが雌雄を決するのは今じゃない。お前がいずれ魔族の王となった時、俺は必ずお前を倒す。あれ、あなたの仲間たちでしょ。やっはー、皆さん、飛ばされたモンスターたちを皆で手分けして集めてきたのだ。我ら炎竜三兄弟、王子のピンチには必ず駆けつける者なり。中心無邪羅、中心メタリカ、またの名をあなたの手先としてここに参上。次はとうとうランディオル大帝との決戦。今こそその力を示す時です。あなた、エビルプリスト様の仇を絶対取ってくるのにゃ。あちあちだな。いよいよ最後の戦いですね。